健と稀なダブルサプライズ。土屋太鳳さんと山崎賢人さん、注目の若手俳優が共演した映画オレンジのクランクアップ映像が届きました。朝の連続ドラマでも共演していた2人、ドラマと映画およそ1年間の共演生活が終了したということで、山崎賢人さんに今日はなんと土屋太鳳さんからあるものをプレゼントしたという感じ。逆じゃないですか。太鳳さんから賢人さんへサプライズで卒業証書が送られました。大好きだよ。ありがとう。おめでとうございます。サプライズは無事終了ではなく、じゃあ山崎さん、例のものを持ってきちゃいます。こんなにかぼちゃ、太鳳ちゃんをイメージして作りました。これ賢人くんの字？そう。なんか上手くない？朝ドラからずっと一緒に駆け抜けた賢人さんからのサプライズケーキに太鳳さんも思わず涙。お互い、お互いみんなに騙されてる、ね、ダブルサプライズ成功で感動的なクランクアップとなりました。朝の連続テレビ小説マレで夫婦役を演じ大ブレイクした土屋太鳳さんと山崎賢人さんが再び共演です。4巻で累計発行部数210万部を超える人気漫画が原作の映画オレンジ。主人公は10年後の自分から手紙を受け取った高校生。1年後には思いを寄せる人が死んでしまうという衝撃の未来を変えるため奮闘します。一緒に見よう。なほ言うなよ。実はこの映画、マレの撮影が終了した12日後に撮影スタート。今月初旬にクランクアップを迎えた山崎さんが土屋さんにサプライズでケーキをプレゼントしました。これには土屋さんも思わず涙。ありがとう。